いないんじゃない俺。いなーい。不人気でした。うわめっちゃいらなさそう俺のこと。そんなに俺いらない釈迦さん。アリケン見てるかお前。目の前だったねアリケン君。レイジストリートファイタードラフト会議。ストリーマー最強ダルシム使いに変える。うわいいね。まあでも副将がどうなるかだよな。セロス国に対峙高木誰を取るかだよな。でも大会の戦績で言ったら国2位が強いんだよな。という形でめっちゃおもろいんだよな。駆け引き読み合いが楽しめるルールとなっておりますが、リーダーの皆さんいかがですか。ちょっとこちらのメッセージ性読み合い始まってるから早いね、ゼロスター取りません。ということで果たしてどんな対戦が行われるのかも注目ですが、国2結構いいんだよね。オフだとしかも盛り上がるしな。国2のチームもう早速マジで声でけんだよな。国2、はい、大丈夫ですか。いや先方か。まあでもアラン、いやでもいやレンクも1600だからな。いや結構迷うね。結構迷うのここ。お手元のフリップに希望選手を記載してください。はい、それでは参りましょう。皆さん準備はよろしいですか。立川前の髪型の方が好き、はい、あんま変わんなくね。フリップオープン。でおお、はい、漢字わかんなかったんじゃねえか。無理だった。ちょっとプッサンかぶってる。おお、なるほど。くるるかぶる。これ読み合い回ってる。回ったな。はい、一度フリップを書き直していただく、もしくはね、置いていただいて、変更タイム設けます。それでは参りましょう。来た、お二人のフリップ改めてオープン。おお、曲げてきましたね。取りた。ここは行かせていただこうかなと。そう、でもすんなり決まったね。ドラフトの方行いたいと思います。次俺行わなかったのか。対戦なしです、うん、なるほど。次俺だ。さあ続いては中堅のドラフト参りたいと思います。いやここね、中堅候補はこちらの。うわどうなるんだろう。ふとんちゃん、おぼ、ゼロスト、アリケン、こちらの4名から皆さん指名の選手をフリップに書いていただきます。なるほど。はい、それでは皆さん、お手元のフリップ書き上がったようなので見ていきましょう。フリップオープン。さあ釈迦さんから見ていきます。うお、いないんじゃない俺。シンジさんはおぼゼロストとしちゃいます。いなーい。吉井生さんがゼロスト。不人気でした。おい、ゼロストの方が先に取られたぞ。まあでも戦ってほしいけどな。取り合って戦ってほしいけどな。それでは、釈迦さん、釈迦さんよろしいでしょうか。フリップオープン。くぇー、譲らず譲らず、譲んねーな。やっぱ選ばれなかった。一回も選ばれなかった。負けた方が俺ってこと。はい、なんかやだな。なんかマジ頑張ろう。レイジ、レイジマジ頑張ろう。全員倒そう。絶対全員倒す。俺もう決めた。いきなり見れるか。めっちゃ気使われてんねんけど、なんか会場でドラフト再開マジで嫌なんだけど、どうしよう。これで他が全部順当に終わったらどうしよう。だからこれいい試合になればなるほど俺がいらないってことでしょ。ドンピシャがいる。いってみましょう。おい、そんないらねえか俺が。入れれないのか。えぐい声で。うわー、俺が欲しいならコンボミスれ。あ、釈迦さんコンボミスった。欲しいのか俺が。さて様子見。欲しいのか俺が。うわうわ、めっちゃいらなさそう俺のこと。うわ、今のは俺いらなさそう。合わせてますから。さあどうしようと。口笛が入ってるんですかね。あれもしかして。もう対面ですから。そうですよね。聞こえるところで。そういうことか。そんなにいらない俺のことね。俺頑張るよ。うわ、その中断はちょっと。その中断はちょっと傷つく。うわ、そのさまそも傷つく。ちょっとそんなに、そんなに俺いらん。どこから当てていくか。あ、来た。うわ、起点となる。減る。そして一気に伸ばしていく。コンボ画面端になった。チャンスになるぞ。うわ、後ろにいる。でかすぎ。うわ、そんなに俺いらない釈迦さん。そんなに俺いらない。釈迦いるに停滞一撃。体力リードは釈迦刻んでいく。そんなに俺いらない。
全員倒します。やるね、やる、いい試合だった。全員倒します。え、俺今日ワクワクしながら配信つけたんだけどな。おいおい、押せよ。誰も欲しいっすよね。嘘つけ。コマ投げだよなって言ってただろお前さっき。え、今俺のチームがドンさんプッサン俺、ドンさんプッサン俺か。楽しいな。でもそれでは皆さん書き終えましたでしょうか。それが嫌。参ります。フリップオープン。全員の手冷え冷えにしたろうかな。見ていきましょう。釈迦さん、国兄、高木、そしてシンジさんが高木、そして、おー、全部かぶんじゃん。読者さんが高木ということで、いいね。でも国に取らないんだ、みんな。国マジ強えけどな。大会の国に、大会の国にマジで強えからな。だからうちのチームがセロスになるか高木になるかだよね。高木来い、ちょっと頑張れドンさん、マジ頑張れ。だってドラフト全部あまり、あ、やだやだやだ。ドンピシャがいる。だってこれでドンさん負けたら余り物が2人セロスとありけ。ちょっとチーム余り物えぐい。寄ってきてくれるの待ちもありえるんですよね。確かに。うわぁ、投げボールシー取ってるのは信じ、大きい攻め。はい、これは最大でいけるか。彼の前で赤くなってんだと言わんばかり。大きい攻めルート。どうするどうする、やめてやめて。2発目がサイルス。いいぞ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 。対象選び変わるな。ドンさん意外に口プレイするんですね。チーム残り物やだ。いきなり来たぞ、捕まえてきた。大きい攻め。うわぁ、信じが爆発するか。いきなり体力半分消し飛んだのはドンピシャ。うわ、読まれてるけど。読んでいたが、あ、入れ替えられた。やばい。確かさん、この信じ残儀の読みの強さですよね。おいしい、おいしい、マジおいしい。あ、当たったわ。回してるな、しかも回してるな。うわまずい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 。チーム残り物やだ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 。間違いないです。上から来る。危ない。ああ痛すぎ。うわあ、みっちり噛み合った。大変なことになるぞ。下のねゲージ SA ゲージはあるんで。ああ止まっている。ああ、でも大将、大将は誰が強いんだろうな。でもな、うん、本番は、まあでもカジュ、カジュマジ、カジュ、カジュがいい。いや、ドンさんマジ頼む、通してくれ。確かにドンさんがボソッと今2連敗中ですもんね。はい、それでは皆さんよろしいですか。はい、参ります。フリップオープン。誰だ。お、マゴナルオ。シンさんがナルオ。で、ドンさんは。吉野さんが。お、カジュ。ドンさんがカズロコ。すげえ。え、強くねうち。ということでまさかのかぶりなし。マジか。すげえ。ストレートとなりました。きたー。各チームは先方、地方、中堅、副将、大将で構成され、リーダーは地方を担当していただきます。アリケン、アリケン、アリケン見てるかお前。あんだけ余裕こいといて、お前選ばれなかったな。アリケン、選ばれなかったね、アリケン君。当日、会場では様々なコンテンツをご用意しております。ぶち倒す。まずは来場者と俺が死ぬほどキャラ対してこよ。それでは8月3日土曜、東京ビッグサイトレイジスーパーマッチパワードバイ楽天オプティミズムデイワンレイジストリートファイターにてお会いできることを楽しみにしております。それではさよなら。さよなら。それじゃあレイジ当日ドンさんチームで優勝するんで皆さん応援よろしくお願いします。それじゃあお疲れ様です。バイバイ。